どうもこんにちは、なおです。どうもこんにちは、くらばです。いや久しぶりだね。久しぶりでございます。いや久しぶりですよ、もう自粛明けなんか久しぶりに友達と撮ったね。てきり今ここはですね、まあ僕らのその地元の、ね、まあ駅ですね、ここ幸手駅っていう駅なんですけれども、はい、今ね5時11分なんですけれども、今からちょっとある企画をしたいなと思うんですけど、はい、まあよく俺マップをいじることがあるんですね。そのマップでこういじってると、車で交通機関でこう行くルートとか出るじゃないですか、はい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 、で徒歩っていうのもあるんですよ、うん、でこっからスカイツリーが、まあ、約10時間、10時間9分うん、そうそう少しの距離でもさ誤差出るじゃん。確かにね、絶対遅くなるじゃん。確かに。じゃあ10時間歩いたらどれだけの誤差出るのかと。あ、なるほど、ね、どれだけこのアプリは正確なのかと、はい、本当に10時間つくのかと。もしかしたら嘘ついてるかもしれないじゃんね、はい、10時間とかビビらせといてさ、確かに、なんか計算怠ってる可能性あるじゃん。可能性あるな、うん、やっていきたいと思います。距離どんぐらいなんですか。距離はこっから44キロなんでまあフルマラソンちょい超えみたいななるほどな。トイレとか、まあ、ちょっと腹とかそういうのは仕方ないんで、その時はカウントを止めて、まあ、コンビニ寄ったりして、うん、まあ、10時間9分本当に歩いてる距離が10時間9分かっていうのを計測していきます。はい、行くぞ。よし、よし、よし。じゃあ今からタイマーストップウォッチの方を起動します。それでは用意スタート。よし、行くぞ。いや頑張ろうスカイツリーまで多分去ってから乗り換えなしで1時間ぐらい、うん、言ってしまえば電車と同じ速度で歩ければ1時間着くの。お前何を言ってんだよなんかやっぱ昔の友達とワイワイガヤガヤアホなことをするっていうのはやっぱなんだかんだ楽しい。まあそうだよね。だって YouTube がなきゃこんなことしないもん。そう、それな。これやると絶対その人生の中で飲み会とかあった時に俺こんなことしたことあるんだよって、ね、ちょっとできるよね。全然余裕でいけると俺は思ってる。いやでも10時間よ。でも考えてみ、うん、ディズニーランドみんな好きじゃん。ディズニーランド行くときってさ、もう始発で行ってさ、22時過ぎて帰ってきて、夜中1時とかに家着くんよ。確かにね、そうなんだよね。余裕で歩いてんね、うん、歩いてんな。歩数計みたいなの見たらさ40キロ以上歩いてると思うわ。いやそういうこと言うとやっぱり俺もライブ好きだからさ、カウントダウンとかロッキンとか、そうそうそう、絶対余裕でしょ。もう1日歩いても壊れねえわ足。まあめっちゃ疲れたとはなるけどね。そうだから疲労感は絶対に来るけど、うん、余裕で歩きはする。達成はできるね。達成はできる。あとメンタルだな。そうそうそうまだ始まっ、俺隣にディズニーランドいるみたいなもんだよね。おい、ありがとう。うわうわ、マジこれ終わったわ今のもう少し歩いたらまた回しましょう。はい、はい、じゃあな。じゃあな。はい、というわけでですね、今1時間ほど歩きました。今そうだね、1時間4分、1時間4分ほど今歩きましたね。朝日がね、そう、めっちゃ眩しいね。めっちゃこれ暑、今日やばくない。多分今日多分暑い、マジでやばい。俺もう正直足の裏痛いよ。もう俺ね、ちょっと体温まってきたぐらい。貧弱と肉体の差が出てんだよな、きついよ。俺ね、アキレス腱を半年前に切りまして、はい、あ、そうだね、切ってたね。そうそうそう、で、それのリハビリで毎日1時間ウォーキングと1キロガンダっていうのを毎日してて、でそれのおかげか今まだ体温まってきてちょっと汗かいてきたかなぐらい。俺全く何もしない、ただの貧弱男だからね。ただのもやしだからね。ほんとブロッコリーなのかもやしなのか。あーやめろって言ってんだろ。今何キロぐらい歩いたの。今ね5.3 キロぐらい。1時間で 5.3 キロ。結構いいペース。結構いいペースだね。あ、じゃあこのペースで行けば全然10時間前に着くってことだ。そう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 。あと8時間半ぐらいで着くんじゃない。近っ余裕じゃん。ちょっとファミリーマート行きましょうね。この間はちゃんと時間止めるんで。はい、はい、というわけで、今2時間経ちました。というわけで今2時間歩いて、2時間で今何キロ。10キロ。今10キロと 800m になります。うわすげえ。さあ今の2人の状況を一緒に言おうか、はい、せーの。足が痛いやっぱりねコンクリを歩いてるからなんかね、めっちゃ足痛い。なんかあれだよね、5時間ぐらいに来るんだろうなって痛みがもう来てんだよね。いや俺は健太です。ダメ言うな。なんで名前は隠せよ。お前隠してないじゃないか。俺はいいんだよもう。じゃあ俺もいいだろうね。だろうかよ、音量は言っちゃダメなんだ。脈拍は常に100と99を行き来してる。誰も聞いてねえってお前の脈拍なんかよ。さっきのフルマラソンの人のさ、すごいね、理論。そうそうそう、フルマラソンの人もあれだからね、俺らと一緒にスタートしてたらもうスカイツリーついてるからねバケモンじゃない。 42.195キロ、あれでしょ、2時間で走るでしょ。2時間ぐらいでしょ。だからさ、人間ってさ、ほんとさ無限大だよね。
無限大な夢の後の出口、3時間経ちました。はい、ちょうど3時間44分です。いやー3時間、いやー、14.9キロ、14.9 キロ、まあ15キロか、15キロだね。やっぱあとこれ、あとこれ2回でしょ。3分の1が終わった33% ローディング完了です。あ、でも 33% ローディング完了だと、もうタクシーで帰りたいかも。いや、まじ想像よりきつい。やばいね、しんどすぎる、本当に。いや、ディズニーで言うと、一回ちょっと休んで飲み物飲もうって言ってる。そう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 、マジで。あそこのベンチ行こうぐらいのね、そうそうそう、気持ちは今。でもさ、足の痛さ的にはさ、あれだよね。確かにね、なんか2時間目、2時間目の授業が多分一番きつかった。授業って言うな。そう、2時間目ぐらいがもう本当に足きつかったんだけど、うん、今ね、ゾーン入ってね、なんか変に痛いけど、さっきより痛くない。そうそうそう。いや、でもなんかこうやってやっぱ汗を一緒に流すと部活やっぱ思い出すなって話してて、だって今の今までさ、1時間ずっとさ部活の話してて、ずっと部活の話してて、一緒に小学校の頃サッカーやってたんだけど、こっちなんかトーキックしか、あ、やめてくれよー、サッカー、俺がサッカー下手な話はしないでくれよ。お願いだから。でなんかやっぱ本当に一人だったら絶対にもうやめてる。そう、これそう、俺一人で最初企画しようとやってたんだけど、俺多分もうやめてるわ、この時点。やめてる。喋ってるからこそ本当にやめる。そう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 。いやー、マジで頑張ろう。よし、次じゃあ4時間行こう。4時間経ちました。4時間経ちました。20キロ。4時間で20キロってことは、まあ1時間5キロペース。そうだね。めちゃくちゃ疲れてる割にはさ、ペース落ちてないよね。そう、意外とね、歩き続けてはいる、本当に。でもやばくない、もうきつい。はぁ、マジ本当に、もうここ跳ねてるもん、俺もう。これやばさ物語ってるもん。まあでもね、水もね、なんか塩分とかもちゃんと取ってるから、まあなんか熱中症にはなってない。確かにね、事実はある。その足だけただただしんどいな。そう、足だけはね、まあ、気力はまだ全然、気力はまだある。今ちなみに今何キロ消費したんだっけ、カロリー。カロリーで言うと今1075キロカロリー消費します。いや、でも結構すごいよね、1000。結構すごい。で、今日中中にさ、まあ基礎代謝と合わせてさ、絶対3000以上消費してるよ。4000弱いくんじゃん。やばいよな、今日。今日何食っても痩せる。いや、でも正しい、正しい、今回の理由。面白いことしようぜ。いや、やば、面白いことしようぜっていうやつ一番つまんねえんだよ、それ。じゃあ面白いことどうぞ。じゃあ、つなくんが面白いことします。はぁ、スカイツリーだね。ほら見て、すごい、え、すごいな。ほら、スカイツリーだ。ふやけては溶けていくような奇跡で溢れて足りないや、もうこの撮影終わりにしたいや。はい、5時間経ちました。5時間です。はい、というわけで、5時間歩いて今何キロ、24.6キロ。 24.6 キロです。ペースが落ちてきました。いや、マジで足痛い、本当にもうやばい。もう ねお腹減ってね、チャーハン食べてね、俺は結構元気になった。俺あのナナチキとあのジャイアントコーンかじったんだけど無理だった。だって見て、この髪超ブロッコリー。やばくない、ここ。なんでここめっちゃ腫れてんの、これ。やばいよね、お前。変態だよ、それ。変態とか言うな。まあでもね、いいペースで進んではいるんじゃないかなと思います。あの、越谷レイクタウンっていう場所がね、でかいショッピングモールがあるんですけど、うん、そこまで歩いてきたっていう達成感がね、もう結構すごいですね。めちゃくちゃびしょ濡れなんですけれども、めっちゃ濡れてきました。お前、髪濡れてる、それ。めちゃくちゃ今雨降ってきて、まあ、その中歩いて今、6時間7分ですね、歩き続けました。はい、いや、もうマジ本当にきつい。もう距離としては 29.4 キロ。そうですね、今29キロ、30キロ前、まあ、30キロだね、約30キロ。5時間半ぐらいの時にね、まあ、ちょい足が俺がやばくなって、ちょっとね、健太君にね、いろいろストレッチしてもらいました。はい、しました。あ、マジマジ危なかった、本当に。本当にやばい、マジで。で、それで頭も痛くなってきて、あまりにもやばすぎたんで、イブクイックで今俺薬補正かけて、そう、ドーピングしてます。ブーストかけてます。薬補正で。とりあえず6時間やばいね。もうでも、まああと15キロだからね。筋肉とか。もうとりあえず進むしかない、一歩一歩。継続は力なり。いやー、もうなんか止まると終わるね。そう、止まると一歩目がしんどいから、どれだけ止まらずに進めるかだな。ちょっとね、俺もうカメラも開きたくないんだよね、実際。もう
よし、じゃあ止まらず行ってきます。もうそろそろ輪辺が見たいね、スカイツリーの、ね、スカイツリー見たいね、早く。よし、じゃあ行きましょう。頑張るぞ。頑張ります。7時間目、はい、ということで、はい、手遅れ7時間、しました。めっちゃうるせえ車。残り 10.3、 残り10キロ地点まで来ました。だから34キロ歩いた。歩いたね。7時間で34キロ。もうね、笑う気力とかもなくなってきてね、会話もね、なんかいや、めちゃめちゃ弾んでたじゃねなんかでも逆にその会話ずっとしてて、もうなんか1時間結構早かったよ。そうだね、会話で秒で済んだ感じがする。5、6時間のあの辛さよりは緩和してるかも、ね、でもね、想像のね、5倍はきつい。マジできついね。ディズニーランドが言ってた俺を殴りたい。なんか俺もロッキンカウントダウンとか言ってた俺をぶち殺したい、ね、というわけであと数キロ頑張って歩きたいと思います。頑張ります。次8時間目でじゃあね。いや、なぜ回したかというと雨が止んだっていうのもあり、ちょっともう疲労がやばすぎてもうカオスな状態だから、もうそれをお届けしたい。すんなよ。もう一度遠くへ行け、遠くへ行けと僕の中で誰かが歌う。どうせよもうないほど熱ですね。こんなテンションじゃなきゃやってらんねえの。あのね、ここまで来るとね、都会だろうがね、もうどうでもいいの世間って足立区でこれ来てんだよ今。でもね、足立区でこれ来ててもどうでもいい。一歩一歩足を踏みしめることに集中しすぎて汗でめっちゃめちゃだな。そうだよ、もう色どっちも変わってんだよこれ。あ、見てほら、見て、ここ今 JK ショット足立区マナだよ。足立区首、あ、乳首だ。やば、警察が見てる、めっちゃよしはい、というわけで8時間14分になりました。今ここ、北千住の荒川に来てます。あ、風めっちゃ強い。いや、ここまで来たよ、ほんとに。でもね、スカイツリーが見えないのよ。どこだろう、スカイツリーね。 6.5km あっちだよ。あの、あれ、あれ、あれだ、あれだ、見えた。見えるから、これ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 全貌が見えたらまた撮ろう。うん、よし、歩こう。よっしゃ、行こう、頑張ろう。おい、おい、おい、よっしゃ、行くぜ。ついに9時間突破しました。この1時間がむちゃくちゃきつくて、俺もめちゃくちゃ口が少なくて、バケモン静か全足が痛い俺もしんどいけどまだいける。お前すごすぎる、本当にマジすげえ本当に。もうね、この1時間がどの1時間よりも辛かったね。ペースはめっちゃ落ちた。めっちゃゆっくりになってるけど、まあ一歩ずつは進んでるみたいな。今何キロペースだ俺ら。多分1時間3キロいかないぐらいじゃない。うん、バケモン落ちた本当俺のせいでラスト1時間でつけるかどうかが検証なんで。うん、そう。でももうね、もう結構わかんない、どこにあるのかスカイツリー。まああっちの方だよね。うん、まあ、まあまあつくでしょ。マジ、あと1時間本気で歩きます。頑張る。もうやろう。うん、行くぞ。行きますか。うん、はい。まあこんな感じで歩いておりますが、ずっともうね、今両手ここなんだよね。過去一足こんな棒になったかもしれん雨がなければね、もっと楽だったかもね。まあ確かに雨がね、ちょっと2時間ぐらい雨降ったのが痛いね。そうだね、なんかうざかったね、あれは。7時間目、8時間目までみんなでさ、2人とも歌ってさ、そう元気にやってたんだけどさ、今の1時間俺もう、俺しか歌ってないからね。だからね、スカイツリーが見えた瞬間に切れた、すべてが見ない方が良かったかもしれん、逆にね、うん、もうなんか、ちょっと達成感出ちゃったよね。まあ、よし、じゃあまあ行くか。頑張ります。じゃあ、着いたらまた撮ります。バイバーイ。たどり着きました。ありました。いや、マジ疲れたね。マジ泣きそう、本当に。走行距離何キロなんだろう。何キロ。 47.1キロ。うわ、40。あ、でもなんか結構ちょっとあれなの、ちょっと伸びたね。ちょっと伸びちゃった。まあ、47キロで、ほら、ちゃんとスカイツリーですよ、ほら真下、マジで。時間は10時間18分でした。まあ10時間6分でつく計算だったんで12分オーバー。まあなんか最後疲れ切って終わってたから、うん、そう、もう俺がさ、もう多分最後ね、時速2キロぐらいのペースだったんだよね。最初5キロだったんだけど、時速ずっと5キロで来てたんだけど、もうやばくて足が全身今棒で、でもなんとか本当に完歩しました。いやー、やった、お疲れ。おいした、お疲れ。まあでもほとんど地図アプリのその表示時間っていうのは正しいなっていうのが、う、ね、まあ大体分かりました。なんならちょっと早いぐらいかなっていうのが分かったんで、まあいい現象だったかなと。はい、疲れました。ああ、じゃあ帰ろう
なので今回は覚醒剤についてね少し解説していこうかなと思います。この違法